乙女峠マリア聖堂は、島根県加納市郡津和野町にあるキリスト教の聖堂を。津和野駅西側の山中に位置しており、名称は、江戸末期から明治諸島の隠れキリシタンにまつわる、歴史に由来する。聖堂が所在する山は、正式名称を、枕流ンというが、地元では、津和野城の城主の娘が埋葬されたことから、乙女山と呼ばれてきた。 1867年、長崎のフランス人神父ベルナール・プティジャンによる、神徒発見をきっかけに、新政府による、大規模な隠れキリシタン弾圧事件が起こる。長崎浦上村の3392名は、萩、福山などに入るとなり、1868年に、浦上村の神徒たちを率いていた28名が、翌年にはその家族など125名、 合わせて153名がこの地に送られた。新虎は、長崎から、秋国二重歌市の津和の藩三船屋敷まで船で、運ばれた後、津和の街道を90キロメートルほど徒歩で移動して、降臨時に到着、本堂に遊兵された。当初は、津和の藩により改修の節油が行われたが帰京する、ものはなく、方針を改めた津和の藩により、 神徒に対してひどい拷問が行われて、1870年までに37名の、殉教者を出した。その際に、裸のまま屋外の牢に押し込められた神徒のもとに、聖母、マリアのような婦人が現れ、語りかけ励ましたという伝説があり、カトリック、広島市教区の司教が、聖母の出現として認可している。流罪となっていたシ徒たちは1873年の 近況解除により釈放され、浦上へと返された。広島市教区は1939年に田畑などになっていた降臨寺の跡地を購入し、1951年に聖母マリアと36人の殉教者に捧げる、聖堂として乙女峠記念堂が建立されたが、乙女峠の故障は、同年にこの歴史を綴った長井隆による絶筆。 乙女峠が観光されたことにも由来する。聖堂は、聖母マリアに剣道されたことから後に、マリア聖堂と呼ばれるようになった。聖堂のステンドグラスには、当時の悲劇の様子が描かれている。毎年5月3日には殉教者を偲ぶ、乙女峠祭りが行われ、ツワノカトリック教会に隣接する津和のよう花園の、園児やキリスト教関係者など県内外から約2000名が、 訪れミサが行われている。2019年、カトリック、広島市教区は、殉教者37人の、副社の認定を受けるための調査を開始、2023年までの認定を目指している。ありがとうございます。